お、ん、また立憲ばっかですね。なんかこうツートンサンバみたいな。ああ、これがいわゆるファイヤーグローってやつだ。わけわかんねえから、わけわかんねえからチューニングしてみる。お、いいね。イッビーナーレイズナイトって歌っちゃうよ。いいね、ワイルドな音が、音が。いいね、ちょっとの声、かっけえな。もうむちゃくちゃ。でで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 でそこでそっち行っちゃう。そっち行っちゃう。寒いな。寒いよ。そうそうそう、結構後ろの硬い音でね、そんな感じ。真ん中だな。お、リハーモナイズだね。かっこいいね。全然似合ってねえし。そのディミニッシュで上がるところなんかおしゃれだね。あ、ちゃった。あれなんだ、リリリっていきなりなんかスカッとしたメジャーに。あ、ごまかしてやんの。そう、解決しましたね。うん、いいね、おしゃれだ。いいね。丸くなるな。最後までやるんだ。そこは育児だね。このギターはいいな。いいね、いいね、いいね。これはキリノカレリアでお届けしたフレーズだ。ああ、そうだね。危ない、危ないから。いいですね。いいっす、うん、これも素晴らしい、うん、これも最後は後ほど発表。あ、そうですね、掲載の時に。これは何だろう、ワクサンとしたことがいいな。うん、ワイルド、ワイルドでいい。これは若い人に持ってほしいな。いいね。元ネタだからこれ。いいね。
買ったよこの LP、うん、フィールハッピーね、名作ですよ。ボッサ好きだよね。嫌いだよ吐き捨てるように言わなくて、あなたのお弟子さんはボッサの大家だよ。俺も自分で実験ばっかと書いて使う分には、うん、僕らが書くわけにはいけない。いかないからね、うん、ですから白で、白で、うん、そうですね、うん、いいね、うん、こう無名碑のやつでもいいやつはいくらでもあるからね。そう うん、これ例えばよ、8万円だとすんじゃん、うんうん、俺はここに無理やりサインしたら、うん、6万円でどうだってここにさ、もうあと1万円サイン1個で1万円ずつ下げる、下げるの絶対消えないの。この辺に行ったら2万円ぐらいで行ってあげるけど、どうでしょう。まあね、真の磯住ファンだったら買いかねないな、うん、でもちゃんとなんかファイアグローっていう、ね、うん、うん、ファイアグロー、ね、かっこいいね。まあ、そんな感じでした。はい、はい、じゃあこれも値段を上げておきますので、そこで、でバカかっこ悪いわ。そういうことです。素晴らしいです。はい、はい、ご苦労様でございます。